さあ、乱世の会の三国天武動画です。いつもご視聴ありがとうございます。まずちょっとお詫びの方申し上げたいんですけど、なんかお詫びばっかりしてるような気がするんですけどね。実は今週の頭にですね、龍の段さんと軍団対抗交流戦をちょっとやらせていただいたんですよね。和さんとか延期一新さんとかとやったのと全く同じルールでちょっとやってたんですけど、でこの時にね、ちょっと動画を作らせていただくというお話でね、進めていたんですけど、ちょうどねメンテナンスがかかって、そのメンテナンス前にせめてリプを上げてくれてた方のが全然見えなくなってしまったんですよね。で5対5でやる対抗戦になってるんで、でさらに1人2出生ということでね、合計20回の、攻めのリプというのをね全て見ていってというような動画を作ろうと思ってたんですけども、結局アップデート後に攻めた方のリプっていうのがね6つしかなくて、それで全部言うたらリプが紹介できんので動画の方どうしようかなと思ってちょっと悩んだんですけど、ただ6つでもねこうガチで攻めてね、やってくれてる人たちがいるわけですので、これは動画にさせてもらおうと思って作ってたんですよ。そしたらその6つあるリプのうちの5つがですね、言うたら実際の結果とリプの内容が違うということになってたんですよね。これでもうちょっとさすがにこれでは動画作れんわということで、ちょっと団長さんのチータさんにもお断りした上でですね、ちょっと動画作りを断念させていただいたんですよね。それで大変申し訳ないなと、動画作りますんでというような話でね、対抗戦を始めたにもかかわらずですね、結局作ることができないという事態にね陥ってしまったことをね、ちょっと深くお詫び申し上げさせていただけたらなと思います。もちろんリプが狂ってるのは僕のせいではないんですけども、やっぱりこのアップデート後っていうのは不安定な部分あると思いますし、その時期にね、開催してしまったと。で期間を決めたのはもう僕ですからね。なんでそういった点でですね、もうこちらに不手際があったと言わざるを得ないような状況にねちょっとなってしまっているので、本当に申し訳ありませんでした。せっかくね、20回もの攻めをしていただく時間を割いていただいたにもかかわらずですね、結果のご報告すらできないような状況というようになってしまったのがね非常に残念なんですけどもね、この教訓を生かしてですね、また今後軍団対抗戦やるときはですね、時期等を考えてまた不具合なんかにもね目を光らしながらやっていきたいかなと思っております。それで6つ中5つのリプが狂ってるってちょっともうリプとして機能してないんちゃうんかというような気がするんですよね。それで結構リプの方を調べさせていただいたんですけど、工場とか軍用のリプっていうのはそんなに狂ってるような気がしないんですよね。もちろん僕が攻めた時のリプしか、確認のしようがないんですけどね。ただ模擬で来ていただいた方のリプを見ていると、やっぱり結果と実際のリプの内容が異なっている場合っていうのがちらほら見られましたので、おそらく模擬に関しての不具合であるんじゃないかなというふうに思っております。ただ僕のようにですね、動画を作ってね、楽しんでる人間からすると、このリプがちゃんと再生されないっていうのは本当に致命的でありますし、今これ iPad でね、撮影してるんですけど、言うたらリプが途中で途切れるという不具合が嫌で、この言うたら10万近くするようなね、ものを購入して、撮っているわけなので、リプの方だけはね本当にしっかりしていただきたいなというふうに思っております。またこの動画撮影終わったらですね、運営の方にも問い合わせていこうかなというふうに思ってます。なんか問い合わせてばっかりなんですけどね。けど言うたら不具合なんでね、報告してもらった方がありがたいやろぐらいの気持ちでね、めちゃめちゃ運営さんには嫌われてるんじゃないかなと思うんですけどもね、問い合わせの方はめんどくさい仕様にされてしまいましたけどね、ガンガンやっておりますので、
皆さんもね、ぜひね、こんな一個人、僕一人がですね、ギャーギャー騒いだところで動いてくれないですから、ただまあ声が大きくなれば対応せざるを得ないという部分はあると思いますんでね、ぜひ気になる部分はですね、どんどん問い合わせていただけたらなと思います。で、豆知識の一つとしましては、まあ問い合わせ結構こう三国天部の公式サイトからするようになってめんどくさい、さらにね、必須事項みたいなところでいろいろ書けみたいなことを言われてると思うんですけど、あれね、ほぼ空白でも問い合わせはできるんで、もう書きたくないなと思う部分は書かずにね、送信とかで押したら結構遅れたりするんで、どうしても必須な項目も確かあったとは思うんですけども、まあちょっと全部が全部ね、綺麗に埋めんでも問い合わせできることはあるっていうんだけね、頭に入れておいていただけたらなと思います。で、まあ僕の動画って結構運営批判が多いんですけど、まあそんな中、まあ批判ばっかりしょっても大人げないなということでね、まあちょっと今回、まあ運営さんにね、非常に感謝している部分というのもね、お話しさせていただこうかなと思うんですけども、このアップデートからね、フレンド枠が増えましたよね。100から200に増えたんですけども、まあ、太平洋オールスターのイベント中の、まあ、一環としてね、結構このフレンド枠増やす要請をしましょうみたいなのもやってましたし、まあ、僕個人的にもね、増やしてくれと動画で言ったり問い合わせてみたりと、まあ、いろんな活動をしてきたわけなんですけども、まあ、それが実を結んだのか結んでないのか分かりませんが、ようやくまあフレンド枠が倍になったということでね、これは非常に嬉しいです。で、さらにですね、このフレンド枠が倍になったことでですね、まあ言うとアップデート後から、まあ、様々なね、フレンド申請をありがたいことにね、いただきまして、今フレンドが何おるのかな、126人ということになってて、100人パンパンだったんですけども、この3日ぐらいで26人の方に新たにまあフレになっていただいたということなんですよね。まあ、フレンド申請今までもね、いただくことはあったんですけども、承認できなくて大変心苦しい思いをね、しておったんですけども、今はもう無条件でね、承認しているような感じで、さらにね、こういった形でまあフレンド枠が増えたことによってね、フレンドになった方々にですね、さまざまな意見をね、いただくことができるようになってね、その点ではね、本当に運営さんに感謝しておる次第です。で、結構このタイミングでね、フレンド申請してくださる方って言ったらね、僕の動画を見てくれてる方がほとんどなんですよね。なんで、ちょっと数があまりにも多いので、まあ、承認ボタンを押してほったらかしみたいなね、ことが多いんですけども、そしたらまあ、コメントとかいただきましてね、個人チャットでね、いつも見てますとか、まあ、動画を見始めて先行始めましたとかね、いろいろね、ありがたいこと書いてくれてるんですよ。それ見るだけでね、モチベーションが上がると言いますか、本当にね、言葉では伝えきれてないぐらいですね、感謝はしております。まあ、ご視聴ありがとうございますとかね、まあ、こうお褒めの言葉感謝いたしますみたいな返信はするんですけども、どうも文字だけではね、これが伝わりきってないような気はするんですよね。なんで一応まあこんな感じでね、動画でお話しすることで感謝の気持ちを伝えれたらなと思うんですけども、まあ、一つ一つのコメントが本当に嬉しいですね。なんで、まあ今後もね、フレンド枠がある限りはですね、まあ、承認いただいたらガンガン承認していこうかなと思っております。ただまあ200人がこれ、まあいずれ埋まることになると思うんですけども、まあ、埋まってしまった場合はですね、まあ、個人チャットのやり取りがない方とかですね、あと、まあ、模擬にほとんど、まあ、来ることがない方っていう方から、ちょっと大変申し訳ないんですけどもね、こう、切っていかざるを得ないような状況に、ね、なってしまうと思いますのでね、その点だけちょっとご了承いただけたらなと思います。なんか、兵がいっぱいになったな。ちょっと、マッチング幅が増えたっていうのもね、今回のアップデートでの、まあ、非常に嬉しい点ではあるんですけども、今までこの軍港5265とかになったら、言うたらプレイヤーが探すまで1時間とかかかったりしてたんですけども、このマッチング幅が広がったことによって結構ね、プレイヤーとマッチングするようになったんですよね。なんで資源稼ぎの効率っていうのは悪くなったと思うんですけども、その言うたら軍港稼ぐというにあたっては、まあ、メリットが増えたということでね、この辺もありがたいかなと思っております。
ただ幅が広がったことによって自分とあまりにも差があるようなプレイヤーとね、マッチングした場合はですね、もらえる軍港は極端に少ないみたいなね現象も起こっておるんで、まああんまり上手くないなっていう相手が出ることも多いんですけどね。そしたらちょっとまあそれやっていこうか。ちょっと今回はね本当こうお話メインと言いますか、ありがたかったこととかね、お詫びとか、まあそこら辺のことをねちょっとメインで作らせていただこうかなと思ってたんでね、まあ次へ次へ押しながら、まあプレイヤー方をマッチングするまでねちょっとダラダラ話していこうかなと思うんですけども、で新たに船になった方のおかげでですね、結構この要望とかねそういったのもいただけるようになったんですけども、やっぱりね下の話をしてくださいみたいなのは多いですで、まあ最近ずっとしてないんですけどね、やっぱり理由としては家で撮っているというのがあります。あ、チワワさんやんかこれは今、うちの分団で、まあ、一緒にやってくださってる方なんですけどね、飛ばそうこれは大外囲ってましたけどね、なんか船の人とか攻めるん嫌ですし、あとやっぱり日本の方を攻めるっていうのもね、やっぱり船でもない方で許可も取ってないのにっていうのはねちょっと攻めにくいので、今もプレイヤーか出ましたけどね、日本の方だったんで飛ばさせていただきます海外アカでそこそこ上手いなと思うような方と当たったらね行こうかなと思います。あ、また日本人やな。それでまあその下の話が家でいるのでまあしにくいっていうのと、まあお店のね話、付属店のね、話を結構、お海外やけどこれレベル高い上になんか軍港13しかくれんのか、飛ばそう。まあちょっとお店の紹介もねもうだいぶ進んできたんで、まあ言うとあともう SM クラブぐらいしか残ってないんちゃうかなと思うんですよねなんでまあその話もいずれはしたいかなと思うんですけども、機会を見計らってかなといったような気がしますね。これ行ってみようか。大外囲ってるし、まあ軍港もそこそこあるな。で諸葛新道と煉獄ですね。ただちょっとね動画を撮影している関係でちょっと音声はね切って撮影してるので、ちょっと寝返りだとかまあいろいろこう分かりにくい。あっ、なんじゃこれ、やられたもう間に合わんわね。もし生き残るようなことがあればあれで、おっ、もう強いけどこれ死ぬか、これでフォローできるか。おお、文王すげえ。これ耐えるか。今のでもう、ああ、もう2枚狙いやなと思ったんですけどね。まあ、あら、援軍が出てこない。ひどいこと仕上がりますよね。さあ、って、どう攻めますかな。援軍が釣れなかったのか、それとも入ってなかったのかがちょっと分かりにくいので。壁に穴があかん。こうしようか。で、上かの、ちょっと上すぎたかな、もうちょっと下から出せばよかったかなといった感じはしますが、これはちょっと、あ、援軍入っとるわ、くっそ釣れんかっただけやな。うわー、しかもこれは痛い、翔子のスキル発動されてしまいましたね。もう文王に頑張ってもらうしかないなといった感じですね。あー、死んだか。あー、この援軍は余計だったな。しかもこっちも援軍使っちゃいましたね。どうしようかな。この甲虫でこの流星度ぐらいターゲット取ってくれりゃいいんですけど、やばい、これはやばいな。あー、撃てんかった、最悪。ああ、これはもう2枚かな。上の宝石とがちょっと残りそうですね。主君の働きをちょっと見ましょうか。ただ悠長のことを言っていると時間が足りなくなりますので、難しいな、どうしよう。あ、こうするか。嫌な陣形でしたね。ひでえこと仕上がる。あ、これはもうダメやな。2枚狙いでいきましょう。じゃあどこから行こうかな。左、うわ、時間が
結構ないぞ。どっから行くんが正解かな。距離からすると左から行きたいとこなんですけど、ちょっとね、猛角がいるので左側から行ってみましょう。これでどうだ。ちょっと前手前に施設はありますが、まあ射撃とかも死んでるっていうのがあるんで、たどり着きそうな気はするんですけどね。あ、人形邪魔、人形邪魔。ギリか、ギリいけるか。もういけましたね。ちょっとトリッキーだった割には、まあ2枚しっかり取ることができたなといった感じですね。はい。で今回はですね、実はまあやろうと思ってたことあったのはあったんですよね。それをやっていきましょう。それがまあちょっとリクエストの動画になるんですけど、ここのこれトーテムポールって皆さん呼んでる、まあ、改造人形ですね。これってあの回復報酬と威力も回復してくれるのかというのを教えてくださいというリクエストがあったので、そちらの方に答えていきたいかなと思っております。で使うのは甲冑を使おうと思うんですけど、ちょっと自衛がいたら、あら外せてないわ。自衛がいたら回復報酬と壊しちゃうんで、ちょっと甲冑で、この手錠を攻撃して何回攻撃当てるのかというのを見ていきます。で回復報酬とが、まあ、このトーテムポールでね強化されるようなことがあれば、この回復、失礼、改造人形ある場合ない場合とですね、甲冑の攻撃回数が変わってくるであろうということを見ていこうかなと思います。そしたらまずはですね、このトーテムポールを外して、甲冑が何回ぐらい攻撃する必要があるのかというのを見ていきましょう。はい、1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22回かかりましたね。そしたらトーテムポール発動させてみましょう。22です。覚えておいてくださいね。普通だったらね、この動画の左上とかにね、編集でね22回って文字打っときゃね忘れることないんですけどね、この作ってる最中はそれが残しておけないのでね、こうやってる最中にアホなんでね忘れたりするんですよね。22ですよね。でトーテムポールを置いた場合はどうなるか。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、トーテムポールで回復報酬は、まあ、発動してないんかな、これ効果を発揮されてないということになるんでしょうか。ただね、僕この改造人形の、まあ、検証というのを以前動画作らせていただいたんですけどね、それはまあ見てもらった方はちょっと知ってるかと思うんですけども、この改造人形で、まあ、威力が増すというようなことをね、まあ、説明では書いてあるんですけど、ほとんど効果は期待できなかったというのをねお伝えさせていただいたと思うんですよね。であれからまあよくよく考えたら、まあ一つの施設の効果が薄かったとしてもですね、まあ周りの施設の攻撃力とか全部上がるんであれば、そこそこまあいいのかなとか言って考えてたりはしてたんで、今もね、ほんでこのトーテムポールを使ってる人が結構いるので、まあいいのかなとか言って思って、まあそう思いながら僕はもう完全に最初の状態にして使ってるんですけどね。まあちょっと新たに検証し直してみようかなというところでこういったリクエストがあったので、まあちょうど良かったんですけども、見ていただいた通り回復報酬等の威力アップ、回復量アップというのはほとんど見込めないというのが分かっていただけたんじゃないかなと思います。そしたら今回はなんかこうまとまりがないというか、こう内容を絞ってねお伝えしたわけじゃなくて、まあいろいろね、思うところ、まあ喋で見てみたんですけどもね、まあ、最近ネタも少ななってきてて、
まあ麻雀のね、動画の需要もなんか今回のフレンド枠が増えたことによって、まあ要望とかもあったんで、まああるのかなというような気はしてるのでね、まあ作っていこうかなと思ってるんですけども、まず基準としてですね、まあ僕が、動画を上げない日ってあると思うんですけど、そういう日はまあこの作っていたけど、まあ企画倒れに終わったとかですね、あとちょっと忙しくて作れなかったみたいなね、ことがほとんどです。で、まあ麻雀の動画を上げるときは、まあただ単純に動画を作る時間はあるけどネタがないというときに、まあ麻雀の動画をね、作っていこうかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。あと最後にですね、ちょっとこのフレンド枠が増えた関係で結構このチャットを返す時間っていうのがね、かなり忙しくなっておりまして、あとまあロビーなんかでもね、いろいろ書き込みとかしたりしてるので、まあまた仕事もね、ちょっとそのよく動画を作ってた時期に比べたらちょっとバタバタしてることが多いので、チャットの返信とかが非常に遅くなる場合があると思います。また量が多いのでうっかりこう飛ばしてしまって、こう返すのを忘れてしまうみたいなことがあると思いますんでね、そちらだけちょっとご了承いただけたらなと。あえて無視とかいうことはまあ一切するつもりはございませんのでね、帰ってこんなという時はですね、あアホやから忘とるわあいつぐらいでね、ちょっと笑って見逃してやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら以上です。ありがとうございました。